きました。いやー、何色にしよっかなって悩んでたんですけど、あのカラーの爪何色にするかみたいな、表爪の表みたいな見たんですよ。あ、これいいやんと思ってそれにしました。じゃーん。うわー、分かりにくいな。この私の肌と同じような感じのゴールドっぽい肌色、ベージュみたいな肌色みたいな肌色です。キラキラ肌色です。あ、シャンパンゴールドっぽいよね。もうめちゃめちゃ肌なじみのいいゴールドみたいな、こんな感じになりました。大人っぽみたいな大人来たと思ってガチ大人っぽいです。今回なんか爪もいつも通りにしてもらったんだけど、結構とんがり気味だから、これも伸びたらもっと大人来たって感じ。大人はい、ちょっとでも鋭いんですよね今爪が。痛いかも、刺さったら。大人の言い方が子供ってきて、大人よろしくね。これで約1ヶ月ぐらい過ごしたいと思います。次やりたいネイルはもう結構決まってます。あ、次こういうのにしようみたいなのは今日ある程度決めました。でも変わってるかも、1ヶ月も経ったらっていう感じです。で昨日言ってた桜の生チョコが届きました。ロイズのマカロンも届いたんですけど、届いた瞬間食べてもうびっくりするぐらい美味しいです。やばい、みんな絶対に食べた方がいい。桜好きな人は、桜苦手って人は食べなくていいと思うんですけど、生チョコ好きで桜好きやったら食べるべきだと思います。で食べなくてもいいんですけど、私的にはびっくりするが美味しいんで、去年も買ったんですけど本当に美味しい。そう、桜が美味しすぎて生チョコめっちゃ美味しい、言うまでもない、もう美味しい。パッケージも可愛いし、なんかもう美味しくて感動した。これこれと思っていっぱい買えばよかった。一箱しか買ってないもん。あんなの一瞬で食べ終わっちゃう。でもちびちび食べようって思ってるの。でも明日明後日には食べ終わるんだろうなって思います。でそう、桜の生チョコとマカロンも頼んだの。ストロベリーフロマージュっていうマカロン、ロイズのマカロンを食べたことなかったので、
気になるなと思って買いました。めっちゃ美味しい。あのマカロンの半分下がホワイトチョコで包まれててコーティングされてるの、マカロンの下の部分ホワイトチョコでコーティングされてて、で中はもういちご味、甘酸っぱいいちご味にフロマージュのまろやかさがマッチしてめっちゃ美味しいです。あのマカロン自体はサクサクというよりかはあのしっとりしてます。もうギュッともう詰まってます。美味しいのがめっちゃ美味しいですよ。おすすめ。でもいちご味じゃなくてもいいなって感じ。私はそもそもいちご味っていうのは最近好きだけど、そもそもそんなになわけ。好きですけどね、その好き度で言うと 50% ぐらいなんですよ。だからもっと違う味も食べてみたいなと思った。抹茶とかショコラとか、それこそ桜があれば一番良かったんだけど、桜は見た感じなくて、めっちゃ美味しかったです。美味しいねやっぱ。あ、なんかホワイトチョコがロイズだからかめちゃめちゃ濃厚なんですよ。なんかホワイトチョコの主張もすごい、あのマカロン。美味しいです。ぜひロイズ買うよっていう機会がある方はね、ぜひゲットしてみてください。で今日もあのネイル終わってちょっと買い物して、今日もネットフリックスを見ていました。あれも見た、ゲットレディ。あれは TVer で見たんだけど、今やってる日曜劇場かな、見ました。さっき第7話かな、今見たのは。でその前にネットフリで罠の戦争も一応出てる最新話まで見て追いついたね。ワンピースは昨日多分1052、3、4、その最新アニメの最新は見ましたね昨日。あとブルーロックも見てるんですよ、サッカーの。あれも一応アニメの最新までは見ていますね一応。そうで、あとなんか昨日ネットフリ開いて気になると思って見始めたのがインフォーマーってやつ、めっちゃおもろい。まだ2話3話かななんですけど、30分の1話30分のやつなんですけど見ています。あとクライシスっていうやつも一応見てる、途中で止まってるけど。なんか裏社会系のやつが結構好きで見ちゃいます。ブルーロックおすすめされたの。あ、そう、ブルーロックはさよながあの家来た時になんかブルーロックが面白いらしいみたいな言って、じゃあ見ようって言って
一緒に見て、でハマったね。さよなはあれからハマったのかわからないんですけど、私はハマって見てますね今も。いろいろ見てて頭こんがらがらないな、すごい。そうですね、でもアニメはワンピースとスパイファミリーとブルーロック、この3つを今結構見てる。他のもおすすめされたんですけど、なんか見終わったやつとかも結構あって、だからね、あれ小太郎は一人暮らしっていうのも見てたけど、もう見終わって、そうスパイファミリーもなんか終わったのか分からんけど、もう見てない最近。でそうだから今は本当にワンピースとブルーロック、今はそうスパイファミリーもたまに見る最近だと。ドラマはあれだね、ドラマでも週に1回とかなんで意外とそんなに大丈夫。映画はそう、映画はまあ見てないんですけど、それこそこの前見た「シャイロックの子供たち」、あれが結構久しぶりに見たね映画館で。そうね、ネットフリでなんか私がコロナになった時にめっちゃ暇だったんですよ自粛中で。その時に山本瑠香ちゃんが脱出お独り島面白いから見てみたいな LINE 来て、で見たら面白かった脱出お独り島。あとはアバランチとかも好きだね。日本沈没も見てたし、だからこれからまだインフォーマーを昨日見始めたばっかりだから、インフォーマーっていうドラマをあの今日見れるだけ見たいと思っています。配信終わってからも見ます。はい、なんか面白そうなのがいっぱいあるんですけどね。いやー今日さ桜の生チョコが届くからスタバで桜のソイラテでも頼もうかしらって思ってたんだけども忘れてた。でもねさすがにちょっと甘いの飲みすぎと思ってやめて正解だったなと思うんだけど、いやでもそ
のね、桜の添えラテ本当に美味しい。今日ネイルやってくれた人にもおすすめした、あの桜の添えラテめっちゃ美味しいから飲んでみてくださいってそしたらそのネイルのいつもやってくれてる人も、あのスタバで一番楽しみなのって桜の時期なんですよねみたいな言ってて、で去年は多分桜餅みたいなだったんですけど、あれはフラペチーノの方が私は好きだったのね。でも今年はどっちかというとソイラテの方が私は好きだったので、ソイラテめっちゃおすすめしますって言っといた売り切れてる可能性があるので、売り切れてるかもっていう覚悟で行った方がいい。売り切れてたら何にすればってきてる。甘いのは苦手。甘いの苦手な人はもうコーヒー一択ですよね。分からんけど、私は甘いの大好きなので、甘々であれば甘々であるほど嬉しいんですけど。でも桜のソイラテ売り切れてたら、私は多分アールグレイブーケラテみたいなのがあったらそれにするんですけど、それもなかったらホワイトモカかキャラメルマキアートですね。いつも私はトールサイズにするんですけど、なんかちょっと控えたいなっていう日はショートサイズにする。飲んだら変わんないんですけどね。週に何回スタバ？週、いや分からん、全然行かない時もあるんですよ。でも今回は桜っていうところで、あの桜の時期はもう結構、いやでも多くて週3とかじゃない、いや飲まない週もあるんですよ。だから1ヶ月に3、4、5ぐらいじゃない、多くて5、少なくて3、あんま変わらん。週1か2飲めたらいいぐらいかな。だから基本的にはコンビニのノンシュガーコーヒーを飲む時が多いんです。そういう甘い系というか、飲み物で幸福を得たい時にはスタバも行きますけど、コンビニのマウントレーニアのノンシュガー、あれが美味しいので、かエスプレッソどっちか飲みますね。コーヒーみたいな、カフェインはほぼ毎日取ってる気がする。リンゴジュースは公演の時にしか飲まないの？そうですね、リンゴジュースは公演の時飲みます。それ以外はまああんま飲まないかもね。カフェイン控えたりする？あーでもコーヒーでカフェイン摂取してるなと思う時はお水いっぱい飲むようにしたり、あのノンカフェインのお茶を飲んだりとかもするかも。でも別にあんま気にしてない今。コーヒー
コーヒーとかカフェイン系1日何回飲む？1回かな、1回か2回、多くて2回。飲まない時もある。まあ2日に1回は絶対摂取してると思います。ノンカフェインって味変わるの？変わらないんじゃない？変わんのかな？どっちだと思います？質問返し。私はあんま変わんなそう。カフェイン取りたいならエナジードリンクおすすめ。エナジーはさ、なんかトレーナーさんが昔なんかエナジーとかそういうドリンク系は足つりやす、足じゃなくて手足つりやすくなるから、あんまりその飲まない方が体にはいいかもみたいな言ってるのを聞いて、エナジーは飲んでないね。足つりたくないから。なんか分からんけど、その根拠は知らないんですけど、なんか聞いたからそれを信じて飲んでない。でもエナジー欲しい時はね、あ、でも私エナジードリンクあの時飲んだかも。麻雀8時間する時、あのアンロケの企画で8時間以内に100万出せるかみたいな企画の時に、なんか置いててエナジーが楽屋に、それ飲んだね。でもそれ以来かも。それがめっちゃ久しぶりで、それ以来飲んでない、ね、あ、でもあれ飲んじゃう、オロナミン C、 あれ美味しい。オロナミン C とかキレートレモンとか飲んじゃう。キレートわかりみ、そうキレートレモンめっちゃ美味しい。なんか酸っぱいけど、あの酸っぱさが癖になるみたいな感じ。てか前髪切ったんですよ、今日の朝思いつきで。こうやって切りました。今日髪サラサラじゃね？知ってたけどあえて言わなかったよ。なんで？でき？いやー、むずいからね前髪切るの。ちょっとでも綺麗に揃えたら絶対ガタついてるんですけど、こうやって切ったんで、できはわからん。ちょっとなんか私絶対に誰に切ってもらってもこっちが長くなるの、こっち半分が前髪。なんかメイクさんとかにもこっちが絶対に目にかかっちゃうんですって言ってね、あ、じゃあちょっとこっち短めに切っときますねって言われて、でありがとうございますって言って切ってもらう。そしたらでもこっちの方が長い。なんでだろう。いや今日もねこっちこうやってこっちをめっちゃ切ったの、でもまだ目にかかるのはこっち。なんでだろう。
かしな話や。絶対もう毎回です。なんかちょっと気になる。今日は40分ぐらいにランキングを読みます。お願いします。いやさすがに昨日も配信してるからもう話すことが正直ないんです。1日の上司も決まりましたか。決まってるんですけどちょっと待ってね、ちょっと待ってほしい。まだわからない。これからインフォーマー見ます。ちょっと聞いて、私 TikTok 撮ったのさっき、だから後で更新するんで見てください。なんか流行ってそうなの踊って撮っただけなんですけど、まあ一旦見ていいねしてほしいなっていうことで、すいません。はい、久しぶり。でもそんなちょっとですよ。この前も撮ったしだから久しぶりなんですよね。2週間に1回ぐらいのペースだから今んとこいや本当はお話し会の時とかに撮ろうと思ったんですけど完全に忘れてたね。 TikTok を結構頻繁に見てた時とかあるんですけど、最近全然見てもなくてネタフリに夢中すぎて、ドラマとかなので、なるべくね撮ろう撮ろうってどっか頭の中に入れてるんだけど、もう今日やっと思い出したので撮りました。波があるよねってきて、はい、波があるんです。そんなもんよ。TikTok あんま見なくなったの。そうね、あんま見てないかもね最近。でも2月前半は見てた気がする。毎日はでも開いてないもんね TikTok。 でもインスタは毎日開いてますね。犬飼ってますかって。飼ってないんです。でも将来飼ってみたいなっていう思いではある。チワップ飼いたいなって思ってるんですよね。お世話が大変そうですけど、もう本当にもうお仕事そんなしなくていいぐらい稼げたらね
数十年後の話かも。猫から犬派に戻ったの。完全に戻ったね。猫派な気がしてたの。昔は完全に犬派だったんですけど、途中で猫好きかもって思っちゃって、でも最近もうワンちゃん可愛すぎる。愛らしいっていうの、なんか本当に可愛くて、シーズ好きだったの途中でも、やっぱりトイプードルしか勝たんってなってる。シーズめっちゃ可愛くてズーシー、ズーシーじゃないよね、シーズ可愛いって言ってたんですよ私。でもやっぱり昔から好きなのは本当にトイプードルなのね。で途中で猫になって、でシーズ可愛いかもってなって、今またトイプードル。やっぱ基本的にはこう一途なんですよね。マカロンにしても、大元に好きなのがあって、でもちょっといろんなのにこうチャン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 ってなんか枝が生えてね、好きかもってなるんですけど、やっぱり大元っていうのは変わらないなって思います。なんやかんやね。やっぱり何か「ワンピース」とかも昔めっちゃ好きだったけど、途中で見なくなった時期とかもあるわけ。でも何かきっかけがあるとこう見始めて、やっぱ面白いってなってまたハマるわけね。すごいなと思いますね。飽き性と思ってるけど、飽き性なんですけど、普通に飽き性だけど、やっぱ好きなのは変わらない。そういうのってなんて言うんですか、一途ではないよね。シャンクスから浮気したことあったっけ？ないです、本当に。シャンクスでもさ、そシャンクスはもう大元に好きなんですよ。だけど海軍の人めっちゃ強くていいなとか、ハンコックかわいいなとか思うわけ。こう大元にシャンクスがいるんだけども、こうちょっとあっちゃこっちゃ、うわーかっこいいかっこいい、あめっちゃかわいいとかで、なんかでも推しはもう変わらないの。そうです、DD やん。いや DD じゃないのよ。一押しっていうのがあるんだから、私には。だから押し増し、だから押し増しっていうか隙増しって感じかな。俺らの言い訳のようだって言ってる。だから分かるんです、一度離れる人の気持ち。だけどなんかお話し会でもいたんですけど、
私は僕はみたいな、一回離れたんですみたいな、セリカを押してたけど離れたんですって。だけどやっぱりセリカしか勝たんってなって戻ってきたの。だからね、なんか嬉しかったんですよね。そのそういう人もいるんだと思って、最近来ないなって思ってる人もいるけど、まあ、いつもいつかこう戻ってくるのかな。でもそれは期待してるわけじゃなくって、そう、その離れたけど私のことをまだ視野っていうか、その視界に入れてくれてたって思うとなんか嬉しかった。完全にふんってなったんじゃなくて、寄り道したみたいな感じ。まあ複雑ではあるんですけど、まあ戻ってきてでずっとまあ来てくれてるみたいな感じの人もいますし、ありがたいなって思います。忘れずにいてくれたことが嬉しいなって思います。うん、ため息が。一旦離れた方が喜んでくれるの。そんなわけはないですよ。そりゃもう一途にずっともう応援してくれてる方の方がそりゃ嬉しいですよ。だけどこう戻ってきたってそれも複雑だけど、まあ嬉しくないわけないんでっていうことです。ワクワク編集部の登場楽しみにしてます。嬉しい。ワクワクさんにはいつもお世話になってます。ワクワク編集部さん、なんか髪明るくなったねって言われたんです。今日ネイルやってくれてる人に。そうかな、ちょっと明るくなったのかな。染めてはないんですけど、前がめっちゃ黒かったのかな。ちょっと明るいかもな。でももう髪色っていうのにこだわりがなくて、あれしてみたいなとかピンクがいいとかっていうのあったんだけど、まあピンクは好きなんですけど、髪ね。そういえばネイルカラー、あ、こちらです。見てない方もいますね。肌色シャンパンゴールドっていう言い方の人もいました。ラメが細かくて可愛いでございます。髪色も肌色にしたらなんか似合いそうだね。この色
でもどこが買うか分からなくなりそうだからしません。ブリーチっていうのは本当にケアが大変で、本当大変でした。だけどもうそれを乗り越えて今はもう頑張ってね、髪を伸ばしてるんです。だからもうここではもう金髪にできません、申し訳ないけど。見てください、こんなに髪が復活しました。はいそうなんですよ、ポニーテールするために伸ばしています。でも一回なんか成人式が終わったから切ってみたいなっていうのあったんですよ、ランキング用みたいな。そう、気がついた時間経ってた。だけどね、だから成人式の時は髪めっちゃ長くて、だけど、まあ、いつかは切ってみたいっていう願望があったの。だからまあ髪を染めて、まあ、舞台出てでちょっと落ち着いたから切ってもいいかなっていうのでちょっと切ったのね。こんぐらい、今よりちょっと短いぐらいに切ったので、でも一回切るともっと切りたくなるんですね。でそれの衝動で切ったの、まためっちゃ短く、もうこんぐらいで、インナーカラーとかしてみて楽しんだわけ、ブリーチっていうのなんですけれども、やっぱり普通が一番いいということで、こんなになってます。いろいろ経験することによって、ナチュラルが一番いいっていう。爪もそうです、いろいろコテコテちゃんにしてたりとかもしたんですけれども、やっぱり一周回ってシンプルイズザベストっていうのにすごくあれ、そうそうそう、その言葉の意味をなんか理解できるようになりましたね。はい、てかファンの方も多分セリカのこういう普通なちょっと暗めの色でロングっていうのがまあ私のベースだったから、まあそれが一番いいと思ってくださっている方が多分多くいらっしゃったと思うんですけど、私がまあ 金髪にしたのはまあお仕事だから、まあ何言われたも知らないんですけれども、なんかいろんな髪色をしたとしてもなんかいいねいいねみたいな言ってくれて、派手な爪にしてもあいいねいいねって言ってくれて、でそう見守ってくれてたのはねすごいありがたいなって思いますね。そうです、元々のベースの普通の普通が一番いいって皆さんはもう最初から気づいてたと思いますけど、いろいろ経験して私自身も学ぶことがあって、で普通にまあ戻りかけている今伸ばし中なんで、そうなのでね、何が言いたいか分かんないんですけど、普通に戻りますってことで大人になったなぁと。ですよね。いやそうなんです。だけどまだまだ大人って言っても若いんで、大人ですけど若いからね、まだ全然。ちなみにだからいろんなことするかもしれないですけど、今はまあ普通が一番ということに気づいたので、今はこういう考えですよってことですね。でまた何年かしたら、あ金髪いいんじゃねってなって染めちゃうかもしれません。でもそれはそれですはい、
よし、ランキング読みます。13位、まさのぶアット、今日の服あったかそうだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、中心アット、前髪短いのかわいいよさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、中心アットチーム8推しさん、ありがとうございます。10位、ひーくんアット、ネイルおしゃれだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、タクアット寝るせりメール忘れずに送るんだよさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、カリカリ梅をアットマカロン食べるとねセリカ幸せリカになるんだよさん、ありがとうございます。7位、トレオヤジアットセリちゃん次旅行行くとしたらどこ行きたい？フランス。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、中心アットセリちゃんの配信大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、マッチンアット今日も肌が白くて日焼けしてないんだなと思って安心しましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、7番目のおっさんアット、セリーちゃんのインスタ今日も楽しみに待ってるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、プロスペクトアット今度公園行きますさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、淡路の黒ひょうアット握手会再開希望さん、ありがとうございます。それな。そして1位はけんけんアットセリちゃん今日寒かったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。はーい、今日もありがとうございます。20時ぐらいまでアフタートークして今日はバイバイです。でも本当に3月から暖かくなりそうですよね。まあ暖かいって言ってもなんか夜が寒いっていうのがねちょっとあれなんですけど、今日も暖かいかなと思ったんですけど曇ってて寒かったです。びっくりしました。寒くて寒くて。春はどんなコーデしたいだって。春ね、なんだろうね。ジャケットとか着たいかも。ジャケット着て。桜並木歩こうかな。でもワンピース着たいかな。キャミワンピとか着て中にブラウス着てで寒かったらジャケット羽織って、そんでなんか春用の帽子探してて今おすすめあったら教えてほしいんですけど、あの春っぽい帽子かぶって靴はちょっと真っ白いスニーカーでも何でもいいんですけど
ローファーみたいなの履いたりして、お出かけみたいなしてみようかな。まあ、色味はモノトーンで、差し色にちょっとピンクみたいな入れちゃったりして、いつも通り。はい、そうですね。白スニーカーっていうか、なんか何色でもいいんだけど、なんか一番使えるのが白かなと思って探してて、厚底がいいんですとりあえず。だから探し中ですね。帽子はあのベレー帽はあんま好きじゃないかも。だからいつもバケハをかぶるんだけど、バケハかキャップが一番使うかな。やっぱり家にツバが長いのとかもあったりしたんですけど、あんまかぶってない。確かにね、パステルカラーはね、春っぽいですよね。じゃんじゃん、じゃんじゃじゃん、じゃじゃんじゃんじゃじゃん。今日電車乗ってたら、なんか耳にここにブワーってアクセサリーついてる人いて可愛かった。それだけ。いや、なんか耳もピアス、私見ての通り開いてないんですけれども、ピアスが可愛くて、いろんなお店見ても、でも怖くてピアス痛そうだから開けるの。だから全然全く開ける予定がないんですけれども、ピアスが可愛い。イヤリング毎日するように心がけてるんですけど、してない日の方が多いんだけど、アクセサリーつけようって心がけてて、指輪も今日全然ついてないんですけど、あの指輪もつけたいなって思ってる。本当耳そうなの。ピアスは全然開ける気ないんですよ。でも今日ここにブワーってついてる人いて、ピアスめっちゃ可愛かった。それだけ。でも自分の耳タブ結構好きなの、プリンプリンしてて。だからちょっと開けないかもね。時計もつけてないね。時計はなんか壊しそうでつけてないんです。あの時計、なんか時計だけは本当に欲しいと思ったことなくて、あの本当にガーンってやりそうで、絶対やらないのになんか壊しそうで、なんかね、そうなの、腕は何もつけてないんですよね。なんかそわそわしちゃうかも、いつもつけてないから。つけだしたらなんかアクセサリーとかでもブレスレットが可愛かったりするんですけど、どっかに引っかかって切れちゃいそうだなって思っていつも買わないんですね、ブレスレット。だから買うなら耳か指輪かネックレスかって感じなんですけど、
ね、そんな荒々しく生きてる。いや、めちゃめちゃ丁寧な暮らしですよ私。全然荒々しくないです自分で言うのあれなんですけど。だけどもやっぱりそうなのよ、ママがね、さ、ママにアップルウォッチをプレゼントした。ですごい毎日愛用してくれてて、なんか便利そうなのは分かってるんですよ。でもやっぱ自分もママとお揃いで買おうかなと思った。でもやっぱ壊しそうと思って買えないんだよね。難しい。指輪はどこにつけるかこだわりある？全然ないです。入る指につけますね私は。で、私結構指太くて、あの基本中指につけることが多い。中指が結構入るんで。でも薬指もまあ入るのが多いから、薬と中はここだから、まあこの2つ、あと小指、ここやね、ここ結構つけるかも。なんか入るから、人差し指はここで止まるからあんまつけないかもしれない。親指はつけないね、つけたことない。だから入る指につけます。私はなんか意味あるって言うじゃないですか、協調性とか。わからない、全然感じないから。そう、案外ね、どの指でも気にしません。そうそう、運気変わるとか言うじゃないですか、わからなくてね。だから入る指と、指は一個だけつけるってなったら薬じゃない、間違えた、小指、ピンキーかつけるんだけど、あとは何個かつけたいなっていう時は、薬指と、ここ何、中指とこれ何、小指で、人差し指と薬指とかね、まあ、4つもつけることないんだけど、適当かな。つける指にこだわりあるっていう質問だったけど、適当です、すいません。結果分かりませんでしたそういうとこ大型感あるちょっと出ちゃってるかもしれない。そう、可愛いからいいみたいな感じかな。でママとお揃いの指輪を買ったの、小指シルバーのやつ。でもまたゴールドのバージョンが欲しくて探してたんですけど、二人とも指太くて、あのでママは人差し指につけたいっていうので人差し指を選んでたんだけど、結局見つからなかったその時。だからまた今度頑張って見つける。はい指本当に太いんです。だって人差し指で何号だっけね、忘れた、14 15 13 15と一緒だったの、ママとサイズ。だからね、そうなの、ね、めっちゃ太いっしょ指、ごつい、そういう風に見えないと思うんですけど、
中忘れたけどね。でも手足でかいからちょっと足のサイズもあのね LL だからね手足小さく生まれてみたかったよね。さよながそれこそ手足小さいの、全部小さいけど、あの身長も低いしね。だから手を合わせた時にこんぐらいなのさよなって、もうびっくり。足のサイズも誰かに写真撮られたんやけど足のサイズも二回りぐらい違うくて爆笑すぎた。もうええみたいな、本当にえってなった、マジでそうなの。だから可愛いなと思って、ってな感じでそろそろ終わります。今日もありがとうございました。明日は配信微妙なんですけど、月曜日はできるかもしれないっていう感じです。ではまた会いましょう。ありがとうございました。メールとインスタと TikTok 載せるので待っててください。じゃあねー。